氷川きよしさんは2022年末の紅白歌合戦のステージを最後に歌手活動を休止していましたが、1年4ヶ月の休止期間にリフレッシュし、所属していた事務所ながらプロダクションから独立、そして自身が代表取締役を務める新会社株式会社絆の設立を発表しました。活動再開は25周年記念劇場コンサートツアーと題し、福岡博多座を皮切りに名古屋御園座、大阪新歌舞伎座、東京明治座で計12公演を開きます。なお公演の4都市4劇場の日程は次の通りです。福岡公演、日程2024年10月25日27日会場博多座。愛知公演、日程2024年11月15日17日会場御園座。大阪公演、日程2024年12月20日22日会場新歌舞伎座。東京公演、日程2025年1月29日31日会場明治座。24年間にわたりお世話になりました株式会社ながらプロダクションから独立して新たに活動をしていくことになりましたのでご報告申し上げますと報告をしていた氷川さんですが、芸名問題ではすっきりしない状況のようです。氷川さんが近年こだわってきた愛称キーナは新事務所名のモチーフとなるなど思い入れが強く、独立後は氷川きよしではなくキーナで再出発すると見られていました。しかし前事務所のながらプロが2023年5月18日に KIINA キーナの商標登録を出願しているため、キーナという芸名の使用に黄色信号が点滅しているといいます。この件に関して芸能ライターは、商標登録は氷川の独立阻止と取られました。現在審査中の商標登録が認められた場合、登録費から10年は無断で使うことはできない。4年前に氷川がカミングアウトとも受け取れるイメチェンをしてから、たびたび名乗ってきたキーナやキーという愛称は彼が自由に生きていくための象徴と言われていました。今回新事務所設立の挨拶では氷川きよしとキーナの両方を明記しています。キーナにピリオドをつけて表記しているのは商標対策なのかもしれませんと語っています。氷川さんはながらプロ創業者の子ながら淳氏に見出され、演歌のプリンスとして大ブレイクを果たしました。しかし育ての親であるながら氏が12年5月にハワイのゴルフ場で不慮の事故死を遂げてから、事務所との間に隙間風が吹き始めたと言われています。ながらプロの元社員の話によりますと、2代目社長とは何かとソリが合わず、イメチェンや金銭問題を含めて感情的なしこりがありました。一昨年9月に社長が金の使い込みを疑って幹部社員に暴行を働いたという記事が週刊文春に報じられた際、社員数名が退社したこともあって、氷川は活動休止を機に独立の意思を固めたようですと、氷川さんのデビューからの歩みを振り返ってみます。2000年2月ビートたけし氏が命名しデビュー、同12月日本レコード大賞の最優秀新人賞を受賞、NHK 紅白歌合戦に初出場。02年10月 NHK 連続テレビ小説満点で俳優デビュー。03年12月レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞、紅白に取り前で出場。06年12月一見でレコード大賞を受賞。08年12月紅白で初の大トリを担当、歌唱曲はきよしのずんどこぶし。09年10月日本武道館でデビュー10周年記念公演を開催。12年5月ながらプロの会長で育ての親だったながら淳さんが死去、大きなショックを受ける。17年2月アニメドラゴンボール超のオープニング曲でロックナンバーの限界突破サバイバーを担当。
年12月、紅白で限界突破を披露。ヘッドバンギングを見せる激しいパフォーマンスで視聴者を驚かせる。19年2月、デビュー20周年記念公演を中野サンプラザで開催。22年12月、紅白のステージで歌手活動を休止。24年4月、ながらプロからの独立と新会社設立を発表。氷川さんは1年4ヶ月歌手活動を休止し、考えた末の生きる道はやはり歌だったのでしょうか。ファンにとって氷川さんの復活はさぞかし喜ばしいことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。